一字場加工の掘作、小馬加工の掘作と埋葬図にサインゲイン環状列席二十五号の増母活動の様子。一字場加工の,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 の内部に紛糾を、形成図三、サインゲイン環状列席二十五号の増母活動の様子。一字場加工の埋め立て、埋葬と石柱の増流。石柱は、 環状に巡らせて、墓標になる石柱を独立的に建てる。墓標の周囲の地下には図示していないが土器が埋められた。セネガンビアの環状列石は、セネガル、ガンビア両国にまたがるセネガンビア地域で見られる環状列石群である。3万9千平方キロメートルに分布しており、遺跡の総数は、1965箇所で1万6790基の 石碑及び石柱が発見されている。また、1045箇所の環状列石、3448箇所の石を巡らせた墓と石を使わない墓があり、9093個の石が石を使用した墓や環状列石を伴う墓に用いられている。また単独の石碑内し石,石柱は3204箇所確認されている。そのうち一部が ユネスコの世界遺産に登録されている。登録対象地域は、ガンビアのガンビア川中流地方のカーバッチと、バス、セネガルのカオラック州のサインゲイン、ワーナーの4カ所である。立ち並ぶ巨石は8世紀頃に、より早い時期の墓の上に墓標として建てられたものであり、12世紀頃まで続けられた。10個から24個の石で、それぞれの管が形成され、 高さは1メートルから2.5メートル、重いものでは10トンにもなる。これらの石は一般的にはラテライトである。1000以上の環状列石群があるが、最大のものは1000以上の石で52の缶が作られているジャルンベレのもので、ワッス周辺にある。ワッスには環状列石に関する博物館がある。環状列石には伝統的に上に小さな岩が置かれているが、 その意味は未詳である。環状列石が建てられた理由自体も解明されていないが、2006年にナショナルジオグラフィックが報告した発掘調査によれば、葬儀に関するものであった可能性が示唆されている。石中に載せられた小岩世界遺産になっている。サイン・ゲイン遺跡は巨石の墓と環状列石の複合し体遺跡で、52箇所の環状列石と115の墳墓からなっている。 これまで調査された遺構は、1号環状列席を除けば大部分が遺跡の周辺部に位置している。環状列席について考えてみると、その配置は遺跡の中心点から対照的に配置されているように思われる。つまり、環状列席1号、内し20号は52号と対照的な位置にある。また、2号環状列席と48号環状列席も、 対照的な位置にある。1号、内市20号から仮に52号へ向かって線を引いたとすると2号から48号へ向かって引いた線と遺跡のほぼ中心部で交差し、それは遺跡の中心部に配置された二重の環状列席のすぐ南側にあたる。同様に報告された環状列席で墓口の上に冠のように並んでいるものについて考えると、 南側だけ石柱が建てられずに空いており、その方向には遺跡の中心を占める環状列石が配置されている。このような特徴から構築物としての環状列石の特殊性のみならず、その構造が早々儀礼の構造を考える上でも際立った特殊性があることがわかる。この論拠としては二重の環状列石や他の単独の 感情列石がいずれも北側が完全な形で残っていることが挙げられる。2002年と2003年に4期の記念碑、2期の感情列石、2期の墓が発掘調査され、巨石を建てるという行為の多様性の本質的な内容について解き明かそうという目標の下で調査成果の比較研究が行われている。セネガビアの感情列石における活動について、 サインゲイン遺跡の25号、28号、32号の3基の環状列石を例に述べる。図示したように25号環状列石では最初に大きな墓口を掘る。これは28号、32号でも同様である。次に25号では一磁場墓口の床面の北側部分に小規模な墓口を掘りくぼめる。最初に埋葬されたのは被葬者9号であり、 槍先の戦闘機と同性のブレスレットを副装品として伴っていた。その後、飛走車5から8、10から14、16から23が埋葬される。飛走車7、8、16、17号が槍先の戦闘機を副装品として伴っている。膝を曲げた屈逐か新転送で埋葬されている。さらに1号小馬鹿港の南側にやはり小馬鹿港を掘り、最初に、 飛走車13号が埋葬された。飛走車13号は、槍先の戦闘機の他に、鉄製のブレスレットと指輪を副装品として、伴っていた。そして、飛走車15、24から28号が埋葬される。飛走車9号と15号の間にある副装品の、槍先につける、多数の戦闘機と、同性ブレスレットは、おそらく15号に伴うものと推察される。 やはり膝を曲げた屈装か新転装で埋葬されている。その後、一磁場加工の内部にマウンドを作る。次に一磁場加工をそっくり埋めるようして、被創者1号から4号を在屈装で埋葬する。被創者1号に、銅製ブレスレット、被創者2号には、鉄製ブレスレットとやり先につける戦闘機が、副葬品として伴っていた。最後に一磁場加工の周囲を囲むように石柱を、 円形に並べ、その外側に墓標を表すかのように石柱を立てる。墓標の石柱の下には瓦毛が埋められる。図示していないが、その後の外部からの堆積作用で、墓加工の位置が忘れ去られ、石柱のみが立っているように見える。被葬者の遺体は28体確認されている。28号は、一磁場加工の底部に一挙に埋葬を行い、ある程度の埋め立てを行う。 次に再度埋葬を行って、今度は完全に埋め立てる。そして墳求状に盛り上げる。その次に一磁場加工の周囲を円形に列席をその低い墳求の周囲に巡らせる。その後に墳求部分を粒手で覆う。28号の被葬者数は56体である。32号は一磁場加工の底部に小場加工を掘りくぼめないで2回にわたって埋葬を行う。 その後25号のように一磁場加工の内部に紛糾を作り、次に3度目の埋葬を行う。3回目の埋葬の後に一磁場加工はすべて埋め立てる。その後一磁場加工の周囲を円形に列席を巡らせて、その外側に墓標を表すかのように石柱を立てる。おそらく墓標となる石柱の下に土器が埋められる。32号の被葬者数は10体である。 環状列二27号は、セネガンビアの巨石記念物分布域の中でも珍しい二重の環状列石である。サインゲインの墳墓群の中でも、中心的で重要な位置を占める。環状列二27号は、直径10メートルに達する二重の環状列石である。内側の環状列石の輪は、中心点からややずれた位置に直径4メートルの輪を作る。 環状列席がある。内側の列席は15基の石柱で構成されやや小さな規模である。全体的に見て石柱は50センチメートルから1メートルくらいの間隔を置いて建てられている。環状列席27号の発掘調査は6区に分けて行われた。北側の部分は1メートル3メートルのサブトレンチを3カ所設定して調査を行い、 南側の部分は80から90センチメートルにわたって強度を剥がした。内側の環状列席の内部の中央部分に2メートル2メートルのトレンチを入れて調査を行った。調査にあたっては環状列席の中心軸をもとに4つに分割した。1メートル80から2メートルに及んで創除に留意しながら発掘調査を進めた。 紀元6から7世紀から14から15世紀にかけて順次築かれた環状列石は3期に分けて考えることができると思われる。環状列二27号で最初に造母活動が行われた時期を第一期とすると、その様相は南東区部,部分のサブトレンチの深さ1.8メートルから1.2メートルの位置で遺骨が3カ所に集められて埋葬されている。 状況が発見されたことによって明らかにされた。遺骨は大体のところ円形になるように集められて埋葬されているが南北方向にやや長い形になっている。20個くらいの頭蓋骨に対し100本くらいの大腿骨のような長い骨の組み合わせになった作装した状態で埋葬されている。これらの遺骨の埋葬には4つの鉄製の槍先や銅の合金でできた指輪が 服装品として発見された。このような状況から、これらの遺骨は明らかに二次埋葬によるものであると言える。これらの骨は別の場所で仮に埋葬され、遺体の骨を部分的に採取するなり、選ぶなりしてまとめて埋葬された。環状列二27号の一番下層で発見された構造上のすべての発見は、外側の環状列石と内側の環状列石が、 作られる際に中心がやや移動したことを示している。これらの埋葬行為を復元するなら次のようになると思われる。まず最初に、どっちの主要になる部分として、計2メートル、深さ2メートルに墓口を掘る。すべて大人のものと思われる骨が、相当数の遺体が一時的に埋葬されている場所から、選ばれて、頭蓋骨を北、南、東へ集中させて埋葬する。 骨が山積みのように埋葬された場所は小高く、置き赤度で多い、ラテライトの岩の塊がいくらか積まれたような状態に、された。それから墓口はすっかり埋め立てられて平坦にならされた。次に墓口のあった場所に、第一期の、墓碑として、外側の環状列石と墓標となる二つの石柱が、建てられた。環状列二27号は、名も知られぬ人々の集合墓であり、 それぞれの骨や頭蓋骨が埋葬されていることを記念するものであって、地表にある直径10メートルの環状列石のみで構成されているのではない。時期的には700年から900年の間に築かれた。正面にある2つの石柱は、東側の回廊・出入り口の範囲を仕切るように建てられている。第2期は、深さ0.6メートルから1.2メートルの位置に埋葬が行われた。 種として2種類の埋葬行為が行われた。一つは小さな墓口に多数の長い骨を埋葬する方法である。もう一つは葉のついた化学骨を小さな墓口に埋葬する方法である。こういった遺跡は一旦掘ってひっくり返し 30cm から 50cm ほど盛り上げられた場所が目印のようになっている。このような埋葬の方法は 限られた空間に選択的に多量の骨を埋めるような判断の基準があって行われた行為であることが推定される。大腿骨や肥骨、頸骨など長い骨と化学骨のみが埋葬されているということは他の骨格の部分が排除されているということである。遺体を分割するようなこのような変化は紀元900年から1000年頃に起こった。前の時代と同様に遺体は腐敗しやすい状況で、 安置された。次に二次埋葬を行うために、あらかじめ遺体の特定の部分の骨を選ぶ儀式が行われた。続いて、環状列二27号の埋め土に小さな墓口が掘られる。環状列石に埋葬するために、個々ないし複数の骨が選ばれて埋葬される。このように掘られた墓口も瓦家と一緒に埋め立てられて鳴らされる。 同時期の遺跡や遺構などの事例を調べてみても、埋葬の行われ方についての頻度が必ずしも十分に推定できるものでもないし、数ある遺体の中で個人を特定できるような関連性が必ずしもわかるわけではない。紀元千年期の終わり頃、つまり紀元千年前後に環状列二27号の外面的な様子が変化することはなかった。 環状列石27号は18の巨石が環状に巡り、母表となる2つの巨石が2機付け加わって構成される。環状列石27号の第3期、つまり最後の様相は体積層の最上層部分にあたる地表から深さ0.2メートルから0.6メートルの層から状況を知ることができる。この層には細かな骨片が混じっており、 先行する時代に埋葬された骨を何回か掘り起こしたか再度掘ったかして動かしてきた結果そのような状態になったのかもしれない。環状列二27号の構造は11世紀から14世紀にかけて列石に囲まれた空間部分が著しく変貌した。環状列二27号の内側の環状列石は13本の石柱が建てられ規模が縮小されている。 27号館上列席は、この時期以降に、北側の側面に土器を伴ったラテライトの平石が置かれ、西側には、ラテライトの小さな石暮れが、長さ1メートル10センチメートル、幅45センチメートルにわたって、土器と共に散布しており、厚さ50センチメートルにわたっておっている状態になっていく。つまり、27号館上列席は、儀式や祭儀を行う場所になっていった。 大地に対する信仰のために、ラテライトの平石は、もしかしたら池に入ないし、捧げ物のためのテーブルに使われたのかもしれないし、または捧げ物をするための容器や一種のおみきを奉納するような儀式に使われたとも考えられる。環状列石27号は、二重の環状列石という特色から、墓地全体の中核のような存在と、 位置づけられて象徴的な役割を担わされて、儀式や祭儀を行う空間としてその役割が変貌していったと考えられる。環状列石52号は遺跡の北東端に位置し、最も近い遺構から120メートル離れた場所に位置する。この環状列石は直径3メートル50センチメートルを測り、12個の列石で構成されている。 そして逆さのようになった墓標が印象的である。墓標の石は1メートル90センチメートルあって、環状列石から東側へ1メートル50センチメートル離れた位置に建てられていたが、現在では3つの石くれのようになって壊されており、おそらく破壊されて放棄されたものと考えられる。発掘調査にあたっては、環状列石を9メートル9メートルの81、 平方メートルで4区分に分けて調査区を設定し、内側と外側の両方にトレンチを入れた。壊された墓標に近い北東区から6つの容器がまとまって出土した。環状列石の内側はに3が発掘調査され、残りの1、3は土層観察作成のために残された。発掘調査にあたっては、 人為的な痕跡が消失する1メートル80センチメートルまで掘り下げられた。その結果、深さ1メートル50センチメートルの相位まで掘り下げて2カ所の埋葬が新たに発見された。埋葬1号は、深さ1メートル10センチメートルから1メートル40センチメートルの位置で発見された。南北1メートル80センチメートル、東西1メートルの楕円型に、 遺体の骨が集められている。一致としては、感情列席の中央部に位置する。この埋葬は二次的なものであり少なくとも三つの頭蓋骨がたくさんの長い骨と一緒に埋葬されている。もしかしたら、これらの骨は実際に三体分の埋葬であって三つの頭蓋骨はそのことを表している可能性がある。頭蓋骨のうちあるものは真ん中に置かれて、 取り囲むように鉄製の副装品を伴っている。二つの鉄製の槍先、一つの担当、二つの腕輪がある。二つのビーズが見られ、一つは青っぽいガラスでもう一つは工業水であって、副装品にするために加工されたものである。埋葬2号は深さ8 0トルから9 0トルの位置で確認され、東西1チ4 0トルで、 1> 幅1メートルという細長い形に骨が集められている。この埋葬もやはり環状列石の中央部に位置していて、全体としては長いたくさんの骨と一つの頭蓋骨で構成される。副葬品として、ホタテ貝の殻、青い半透明のビーズ、鉄製の槍先と矢尻とが発見されている。鉄製の矢尻は頭蓋骨に打ち込まれたような状態であり、もしかしたら、 この被送者は、池にとして備えられたということなのかもしれない。SN-03T-01 号母は、サインゲインの母域の中央部にあって二重の、環状列石から数十メートルほどの位置にある。黄色味がかった灰色の砂を含んだ、粘土層が盛り上がった形状をしていて直径は10.5メートルである。発掘調査を分級を四分割して、南東区と北西区を掘り下げ、 中央部に4メートル4メートルのサブトレンチを設定して行った。墓の幅度には、お奇跡度を思わせる色調は見られず、中央部が一世帯分の墓になっていること、全体的に1メートル80センチメートルよりは掘り下げていないことが判明した。南北の軸で反対したところ、南へ3メートルほど寄った状態は重要な意味があるのかもしれない。 南北方向に6 0トル、東西方向に4 0トルの範囲で焼かれて、熱を受けていた。同じように南北に反対されていた面を見ると、遺体に伴って土器片が濃密に集中していた。墳墓の中心にあって深さ2ルの位置にある墓は、頭蓋骨が発掘区として設定した、東西、南北の軸の交点にあたる場所から発見された。 最も古い時期にあたる被葬者の遺体で、行画心転送の状態で埋葬されていた。上半身は東西方向を向いていて、両足は西南西東北東の方向へ向いていた。骨盤、胸部のあばら骨、背骨の個々の骨は保存状態が悪かった。頭蓋骨は幾分か高い位置に置かれ顔は西を向いて、左に傾けられていた。両足は平行にまっすぐ伸ばされ、 両腕は両方の脇腹に対して軽く曲げられている。服装品の主なものは繊細で優美な銅内指導の合金を用いた円錐を底面で合わせ全体として横からはひし形に見えるペンダントのついた首は骨盤のそばの位置で右肩から胸を交差してする鞘に収められていたで、あろう探検があった。それぞれ0.25メートルから0.45メートルあって、 全体で八つある鉄製の槍先は、左の肩の高さに合わせて、上半身に平行に並べられた。左の大腿骨のそばには、指揮官の地位にある行為の人物が用いる、指揮への先端部分を入れたと思われる鉄製の筒が、骨と同じ長さで置かれていた。その他同性のベルトと思われる輪のような、もの、両足のくるぶしにつけられた鉄製の鈴である。 このような豪華な服装品は、墓の被装者が権威ある地位にある、戦士階級に属する人物であることを示している。SN-03T-02 号母は遺跡の中央部に位置し、二重の環状列跡の西側100メートル以内の場所に位置する。黄色みがかかった灰色の砂質の粘土でやや盛り上がっているので目立つ遺構である。直径11メートル近い規模である。 底辺11メートル、高さ5メートルの三角形の調査区が設定され、発掘調査が行われ、さらに墓の中央部に2メートル2メートルの調査区が設定されて調査が行われた。発掘調査は、墓の西半分を深さ180センチメートルまで掘り下げて行われた。墓の中央部の発掘調査を行ったところ、深さ80から90センチメートルの位置で、 やや北側に偏った位置に非常に保存状態の悪い、被装者の骨格が確認された。骨盤や手首から手のひら、足首から足の骨、胸部の骨はあるが、腕や足の長い部分の骨は失われていた。頭蓋骨は粉末状の塊になっており、その痕跡の形から、その位置に頭蓋骨があったことがわかるといった状況であった。この被装者は、 東西方向で左を向いた横向きの状態で、両腕をやや折りたたむように曲げて、両足も曲げた状態で埋葬されていた。しかしながら、副葬品は、思いのほか豪華で目を見張らせるものであった。沢にある八つの銅製、または銅の合金による腕は右腕には細長くした、そろばんの玉のような銅製、または銅の合金製のブレスレットがあった。左のくるぶしには、 同性内指導の合金製の足輪が付けられていた。さらに、酸化銅によって、良好に保存されて、魚の背骨で作られた足輪も残っていた。この人物の墓の場合、鉄製の副装品がないのが非常に特徴的である。s n A 3 t A 2合母は、前提となる、埋葬の方式や、変遷過程が、SN、s n A 3 t A 1合母によく、似ているが、 墓口の深さ自体は浅い。南北の軸に火による熱を受けた痕跡はないが、まだ発掘調査が行われていない部分については、保存状態が良いと思われる。実際のところ SN-03T-01 合母と SN-03T-02 合母は、墓の中心に対して、ほぼ対照的な位置にあり、一方が他方と相互的な関係か。 反射し合うような関係にあるように思われる。服装品の特徴や墓の配置から、SN-03T-02 号母の被装者が女性であると考えることも可能である。しかし、反論する材料が何もない一方で、被装者が女性であるという確固たるデータの裏付けもない。また、服装品という物質的に限られたものと墓の配置という、 限られた特徴からの推定であるので、実際に服装品に、両義性や多義性といったものがあるのかどうか検証されなければ、ならない。ただ、SN-03T-01 号母は、最高位の権威ある高貴な戦士であって、SN-03T-02 号母は、高い身分の女主人であると考えるのは、魅力的な説であるのは、間違いない。 儀礼的空間 SN-03 は、サインゲインの母域の中央、環状列石27号と、SN-03T-02 号母の間に、1市、1箇所だけ、母表のような石が連続している場所があるほかは、SN-03T-01 号母や、SN-03T-02 号母と異なり、一見ラテライトの岩の塊がただ単に、散乱しているように見える場所である。 2003年にオーガスティン・カイシー・ホールらによって発掘調査が行われた。発掘調査区は南北5メートル、東西3メートルの15平方メートルに設定された。発掘調査は1.25メートルの距離で南北の軸に沿って並んでいる小さめの立石の周囲をつなげるように行われた。南北の立石は壊されて2つの石くれになっている。 ことと、北側の立石は、おそらく原位置を保っていることが、発掘調査で分かってきた。また、儀礼的空間は二つの立石を伴う基段であり、二基に、渡って構築されていることが判明した。第一基は、地表から深さ50から70センチメートルの位置であり、主軸方位が、南西方向を向いたラテライトの石暮れで、長径1.2メートル。 探偵 1>, 1メートル楕円型に築かれた木段で高さは60センチメートルである。その南側に潰れた大亀が位置する。亀は現位置で潰され、破片が南西北東方向に1メートル、南北方向に1.5メートルの範囲で散乱している。態度が赤ちゃけているので赤い帯のように見える。東側中央に直径20センチメートルの石か子色が、 ラテライトの石くれを横倒しにして作られている。ラテライトの石くれで壁を敷き詰め、確認面にて幅8 0トル底部で幅6 0トル深さ2 0トルの砂の充填された穴が、東側中央でも北寄りに作られる。このような意向は他には見当たらない。第2期は地表から深さ20から3 0トルの位置であり、3つの 小石で積み重ねられた奇岩が検出された。一つ目は2メートル20センチメートルが地表に露出し、北側に立石が建てられている。もう一つは3メートル60センチメートルあって、南西方向に向いている楕円型で地表には1メートル60センチメートルまで露出している。三つ目の奇岩は儀礼的空間の北端部に位置し、主軸方位を北東に向け、 長さ7 0センチメートルに対し幅3 0センチメートルである。そして3つの土器が取り囲むように置かれた。この空間で行われたのは早々儀礼なのか、それとも他の性格の儀礼なのか、あるいは何のために解放された空間なのか、この空間で儀礼を行った人物がどのような地位にあったのかは今のところ全く不明であって、 何らかの儀礼が行われた空間であるとしか言うことができない。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。造母活動とは古墳群や様々なカテゴリーの集合的な埋葬やお墓一般を作っていく人々の行為や活動の相対を指す考古学上の用語で例えば次のように使われる。病研山古墳群の造母活動 フランス語文献では、ホスプロポルとある。原文、ホスセガンデア1原文、ホスセガンデア2状態を立てた、座った形のクスソを言う。フランス語文献では、ピエールフロンターレもしくはモノリスフロンターレと呼んで、直接感情列石を形成しないが、感情列石があることを示しているような、少なくとも感情列石本体と関係の深い、石中のことを指している。 直訳すると、正面の石とか、正面の石柱ということになるが、意味をなさないので、墓標というわけを当ててみた。25号と同じ表に、ディーポセラミックとあり、実際には、どの場所に埋めたの数がないので推測である。込み出しとそれ以下の本文の冒頭に、モーニュメント27とある。しかし、指している遺構そのものは、感情列石である。 原文6にて原文でフラノール。この故障は、日本で発掘調査を行った場合を想定した記述である。原文は、トロワサンディッジスである。原文主導でフランテイルズ、ハットユヌフィールサントロール。サブトレンチに対して、重要な部分の調査であることを想定した記述に、している。ちなみに、英語圏では、発掘調査の掘作箇所について、 しばしば統一的に、オペレーションという表現が用いられ、日本のように主要なトレンチとか、副次的なトレンチのような言い方はしない。トリオスモーズ。英訳すれば、スリーフェーズと、ほぼ同意と考えてよい。原文クイーバー。原文レドゥプアーズフランテイルズディリミティント、ウンコリドールベラントシュール LA、仰向けの新転送のこと。直訳は、塩水台を底面で向かい合わせた。 ありがとうございます。